皆さん、こんにちは。西川瑞希です。今回は私の大好きな、じゃん、 RMS ビューティーの紹介をしたいと思います。これ本当に私のお気に入りで、ポーチとかには毎回入ってるぐらい大好きなんですけど、こんな感じで好きなものとかなんかハマったものを集めちゃうタイプなのでいつの間にかこんなに集まったんですけど、色味も可愛くて、最近買ったのはこちらの3つが新しいシリーズなんですけど、こちらは RMS ビューティーリップチークのモデスト。基本的にチークにもリップにも使えるものが多くて、あとはアイシャドウだったりとか、リップだけのものだったりとか、あとハイライトとかあるんですけど、これはこんな感じで、大人っぽいオレンジっぽい感じ、なんか柔らかい感じのカラーなので、どんなお洋服にも合わせやすい感じでお気に入りです。これは結構リップとかよりかはチークの方が普段結構好きで愛用してます。でこちらは RMS ビューティーのアイブリッシュアイカラーのラッキーっていうカラーです。これはクリームアイシャドウなんですけど、こんな感じでブラウンでアイホールとかに全体に一色塗りでも可愛いし、あとは二重幅だけとかでも可愛いですけど、私は基本的に広めに一色塗りで使うことが多いです。次に、じゃん、 RMS ビューティーのアンカバーアップファンデーションの11番です。これはファンデーションなんですけど、化粧直しの時とかちょっと気になる小鼻の周りとか、なんか目の下のハイライト代わりとか、そういう感じで使ってるんですけど、こういう筆とかでもいいし、あとは指とかで取ってポンポンポンってつけてもいいんですけど、本当にナチュラルで、なんかこういう鼻のところにこうのせたりとか、あとなんかこういう唇の輪郭とかをこういう感じでやってあげたりしても、なんかリップが生えて綺麗に見せてくれたりとか、結構いろいろと使えるので、あとはなんかコンパクトなので持ち運びもしやすいのがすごい好きなところです。ナチュラルの日とかはなんか化粧下地とか日焼け止めとかの後にちょっとこう中心部分だけこれでサササッと塗ってあげても、結構ナチュラルなツヤ肌になれてお気に入りです。でこれが最近買ったアイテムけど、あとすごいこれ RMS ビューティールミナイザーのフェイスカラー、これは本当に発売した時からずっと大好きで、もう2個目なんですけど、こういう目の下とかにのせたりすると結構パッと明るくなってツヤも出るし、お気に入りです。ここら辺のカラーとかは結構夏とかに使っていて、これとかはちょっと紫っぽいアイシャドウなんですけど、上品な感じとか、あと黒目のお洋服とか着た時とか、そういう時にも結構合わせやすくてお気に入りです。こんな感じで私の最近というかずっと好きな RMS ビューティーの紹介だったんですけど、本当に色味も可愛いし、見てるだけでもテンションが上がる感じのコスメで、本当にお気に入りなので、ぜひ皆さんも試してみてください。ちなみにこれはコスメキッチンとかに売ってるので、ぜひチェックしてみてください。では西川瑞希でした。バイバーイ。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？下のチャンネル登録ボタンから登録お願いします。